皆さんどうもこんにちは、高橋優太です。私この通りですね、いろんなドリッパーを持っております。いろんなドリッパーを持ってるとはいえ、世の中には、もっとたくさんのドリッパーを持ってる方はもちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、平均よりもたくさんのドリッパーを持っているとは思ってます。なので今日はこれからコーヒーを、ドリッパーを使って家で入れたいとっていう時に、どのドリッパーをおすすめしたいのか、いっぱいある中でどれをおすすめしたいのかっていうのを今日は話してみたいと思います。高橋優太の動画。なぜこの話をしようかと思ったかと言いますとですね、一昔前、10年ぐらい前ですかね、僕がコーヒーにハマり始めた時は、メリタとか、カリタとか、コーノハリオとか、結構ですね、メーカーが限られてて、大体ドリッパーといえば日本のメーカーのものだったんですよ。で、最近は結構その海外でもこういったドリッパーを使ってコーヒーを入れるっていうのがメジャーになって、このエイプリルとか、僕あんまり海外製の持ってないんですけど、デンマークの MK ドリッパーとか、こういうのが増えてきてます。これだけじゃなくて、台湾のメーカーとかイギリスのメーカーとか、ちょっとガレージメーカーっぽいメーカーからうわーって山のように出ていて、もうめちゃめちゃドリッパーの数が市場にある状態になってます。で、今からじゃあコーヒーを始めたいって思った時に、まずスマートフォンで検索すると思うんですよね。そしたら山のように種類が出てくると。で、これどれ選んでいいか分かんないんだけどってね、多分なるんじゃないかなと思いまして、この話を、最初選ぶとしたらどれがおすすめですよっていうのを話してみようかなと思った次第です。で、初めに申し上げますけれども、こういうこと言うと、高橋だったらこれ何も分かってんやなっていうふうに思われる方も、いらっしゃるとは思うんですけれども、あえて言います。ドリッパーを変えてもですね、コーヒーの味っていうのは劇的には変わらないと思ってます。私としては、僕としてはそういうふうに思ってます。で、もちろん例えば2つのドリッパー取り上げて、これがお湯の抜けがどうのこうのとか、素材の重たさがとかあるんですけれども、ミクロに見ればそれ違いあるっていうふうには私は思ってるんですけども、広い目で見れば、マクロに見れば、そんな大差ないだろうとどれでもええわっていうふうに思ってるのも正直あります。ドリッパー変えるよりもコーヒー豆変えた方が圧倒的に味が変わるっていう、っていうのが個人的な意見です。これ前提に話しますけれども、じゃあどれがおすすめかということで、僕がおすすめしたいのはこちらです。ドン。おいおい、2つあるじゃん、絞りきれてないじゃんって話なんですけどはい、すみません、2つ紹介させてください。1つはメリタのアロマフィルターというドリッパーです。で、もう1つはハリオの V60 っていう、ドリッパーですね。この2つが、いいかなと思ってます、これから始めるのであれば。で、ちょっと共通する点からまずいきたいと思うんですけれども、まず両方とも安価で安いっていうことですね。安いといっても400、500円ぐらいするので、めちゃくちゃ安いっていうわけでもないんですが、他のドリッパーに比べれば手に入りやすい値段っていうことです。懐が痛まないで、万が一紛失したり破損してしまったりした時に買い直そうと思っても、この時も懐が痛まないので、安いに越したことはないというふうに思っているので、そこがいいなっていうのが一つですね。二つ目は入手性がいいっていうことです。このメリタハリオ、例えば、スーパーだとかカフェだとか、あれホームセンターだとか、もちろんアマゾンとかでも入手できますけれども、いろんなところで買えるっていうことです。それ自体はもちろんいいことなんですけれども、もう一つ言うと、入手性がいいってことは、このドリッパー売られてれば当然フィルターもですね、紙のフィルターも横に並んで置かれてるわけで、そのフィルターの消耗品であるフィルターの入手性もいいっていう、なので入手性がいいっていうのも2つ目にいいところかなと思っております。で、3つ目は樹脂製であるってことですね。軽い、ここもまたいいポイントだと思っていて、で、何がいいかっていうと、軽いのでお湯の熱を吸いにくいんですね。例えば冬に結構寒い時ですね、室温10度15度とかで、このコーヒードリッパー使ってコーヒーを入れようとすると、割とですね、重たいこういった陶器を、ドリッパーとかでコーヒー入れようとすると
結構この冷えた陶器の方に熱が吸われちゃって、まあその注いせっかく沸かしてあげたお湯を注いでも結構ですね、そのお湯の温度はここで下がっちゃうんですよ。なので冬はこういった重たいドリッパーを使うときあらかじめこう予熱してあげないとちょっとコーヒーの味が出にくくなっちゃうとかっていうのがあるんですけれども、まあ、樹脂製だと、まあ、軽くて比較的熱を吸いにくいので、まあそういったお湯の温度が下がってしまうっていうのを起こりにくい、まあ、利便性が高いっていうイメージですかね。でついでに言うと、こういうカップがあってこの上に直接乗せてコーヒーを落とす時なんかも、まあ、樹脂で軽いとですね、こう結構気軽にこう乗せられるんですよね。でただこういう陶器のドリッパーを乗せようとすると結構こう慎重にガチャーンってこういい加減に乗せると音がしちゃうんで、こう慎重にこう乗せて、はい、上げないとちょっと気持ち悪いんですが、まあ、樹脂だったらこうポンって気軽に乗せられたりとか、まあ、なのでまとめると安い、そして入手性が良くてフィルターも入手しやすい、でもって樹脂なので、利便性が高いっていうこの3つですね。まあ、そういった意味でおすすめなんですけども、あとはこのメリタハリを2つ挙げてて、じゃあどっちがいいんだいと、うん、まだ絞り込めてないじゃん、どっち買えばいいのっていう話になってくると思うんですけれども、これはどういうふうに家でコーヒーを楽しみたいかっていうので話が変わってきます。じゃあまずこのメリタがおすすめの方、これはですね、家で、まあ、とにかく手軽にコーヒーが楽しめれば OK っていう、まあ、飲めれば OK っていう感じですね、うん、まあ、家でコーヒーを入れたいけれどもなんかいろんなこう道具を揃えてこだわって抽出してとかってそこまでは目指してないっすよっていう、ただ普通に、まあ、スーパーあるいはコーヒー屋さんから粉のコーヒー買ってきてセットしてお湯注いで普通にコーヒー楽しめば OK ですっていう、そういう方にはこちら、はい、メリタですね。そうじゃなくてちょっとこれから家でコーヒーを入れるっていうのを、まあ、ちょっと趣味っていうと重いかもしれないですけど、まあ、趣味にしたいと思っておりますと。でちゃんとそのドリップポットとかお湯を注ぐための器具とか揃えて、まあ、どういう風にこう注ぐと味が変わるのかとか、そういうのも楽しみたいと思ってますってことであればハリオ V60 ですね、うん、先ほどドリッパー回転も大して味は変わんないと思ってますって言いましたけど、この2つは正直結構違ってまして、まず見ていただきたいのが、はい、お湯が抜ける穴の大きさですね。これメリタのアロマフィルターのお湯の抜き道なんですけど、まあ、ちっちゃいですよね。測ると穴の大きさ3ミリですね、はい、ちっちゃい穴がついてます。で対してハリオはこう、ここがお湯の抜き道なんですけど全然大きいですよね。穴のサイズが2センチぐらいですね、はい、だメリタはちょっと特殊なドリッパーです。だいたいこう穴がガバッと開いてるのが、まあ、多い、まあ、こう複数穴が開いてたりとかね多い中で、まあ、ちっちゃい穴が一つだけ開いてるってい こうメリタは結構珍しいタイプ で家で手軽にコーヒー楽しめば OK ですっていう方におすすめですって言ったのは、そのお湯の注ぎ方でそのコーヒーの落ち方ってっていうのがあんまりこう左右されないんですよね。でこのハリオの方は穴が大きいのでお湯をこうドバドバって注いじゃうとそのままドバドバってこうお湯が抜けちゃいます。はい、お湯をこう受け止めてくれない感じですね、まあ、その代わりお湯をまあ細く注げばゆっくり押してきますし、こう勢いよく注げば勢いよく押してくるしっていうことで、まあ、お湯のこの注ぎ方でですね結構こう味作りができるっていう、はい、感じです。でこっちはまあ細く注いでも勢いよく注いでも、まあ、多少はちょっとその粉の状態が変わるので変わってくるんですけども、まあこのハリオほどは影響を受けにくいっていうことで、まあ結構手軽に注いでもちゃんとこのお湯の流れるスピードをここで制御してくれるっていうので、うん、まあ、ただその注ぎ方での味作りはしづらい、うん、って感じです。じゃあ実際にちょっとやってみましょうか。はい、じゃあまずフィルターとコーヒーなしで普通にこういう湯沸かしポットからザーッとお湯を注いでみます。でご覧の通りこうちょっとずつこうお湯をお水をドリッパー受け止めてちょろちょろちょろっとこう下に落ちていきますよね。なのでこのメリタのアロマフィルターはドリッパーの方でお湯の流れをまあ制限してくれてるっていうそんな感じです。じゃあ対してこのハリオの方で同じようなことをするとどうかっていうと、いきますよ、こう
まあ当たり前なんですけど素通しですよね、はい、このドリッパーにお湯がたまらずにドバッともう下に一気に落ちちゃうと、はい、まあ穴がその大きいんで注いだ分だけ下にこう下のサーバーの方にお水が起こったって感じです。なのでこちらのハリオの方は非常にシンプルで、はい、基本的にはまあお湯の流れっていうのは素通しっていうイメージですね。はい、今度はちゃんとドリッパーに紙フィルターと粉をセットした状態でやってみます。まずはメリターですね。荒っぽくこの普通の湯沸かしポットでお湯を注いでいきます。どーっとガンガンいきます。はい、今 80ml ほどドバッと注ぎました。でドバッと注いだんですけど、さっきと同じようにこのドリッパーの方でこのお湯の流れを制限してくれてるので、こうゆっくりコーヒーが落ちていきます。もう一回ドバッといきます。はい、プラス 80ml ほど注ぎました。で持ち上げてみてもこのようにさっきのお湯の流れと同じように、まあ、少しずつこのコーヒーがサーバーの方に落ちていく姿がわかるかと思います。コーヒーが入りました。うん、はい、じゃあ今度はこのハリオの方で似たようなことをやってみます。もうこのポットの方から、まあ、ちょっと荒っぽくドバッといきます。でもう一回いきます。どーっとで先ほどよりかはこう勢いよくお水が一気に素通しになるってことは、当然紙フィルターとコーヒーの粉があるので落ちてこないんですけど、やっぱこう勢いよくドバドバって注いだ分メリタよりもこう早く落ちてくる感じっていうんですかね、わかりますでしょうか。ちょっと微妙な違いなんですけれども、実際使ってみると結構その差がてきめんに効いてくるっていう感じがします。ハリオが本領発揮するのはこういうドリップポットを使った時ですね。一回お湯を沸かしてこのポットに移し替えて、こうやって狙ったとこにこう注ぎやすいポットでコーヒーを入れる時はこのハリオさんがですねいい仕事をしてくれます。ちょっとやってみますけれども、こうゆっくり注いで、まあ、蒸らしってやつですね。最初ちょっとこうやってゆっくり注いであげて、こうやってゆっくり注いだ分だけこうゆっくり落ちてくるって感じですね。今ポタポタ落ちてきてますけど、でこうふやけた後にこうちょっと勢いよく注いであげる。はい、でそうするとこの注ぎが落ち方に、まあ、気持ちよくこう反映してくれるってイメージですかね。なのでこの注ぎの仕方でそのコーヒーの味をある程度こうコントロールできるっていうイメージです。まあ、なので先ほどちょっと触れましたけれども、まあ、こういったドリップポットとかを揃えて家でそのコーヒー入れることを楽しみたいっていう、まあ、ちょっと趣味になるかもなみたいな感じで、まあ、ちょっとドリッパーを探しあればこのハリオ V60 がおすすめです。まあ、プラスチック製のやつですね、がいいと思います。まあ、こっちのあのメリタの方でも、まあ、ちょっとゆっくり注いで勢いよく注いでっていうので、まあ、多少コントロールはできるんですけども、どうしてもここの穴のところでお湯の流れ出るところで制限がかかってる、良くも悪くも制限がかかってるので、まあ、ハリオに比べるとそれはちょっとやりにくいっていう感じです。ただその分、まあ、こういったドリップポットとか使わなくても普通のお湯沸かしポットでドバドバって注いでもまあそれっぽく仕上げてくれるっていう意味で非常に手軽に使えるいいドリッパーかなと思ってます。はい、ということでハリオメリタの実演でございました。まあ、個人的な思いを言えばできればこっちのハリオの方にできればチャレンジしていただきたいなって気持ちはありますけどね。うん、まあ、やっぱりこう注ぎの違いで、まあ、ちょっとやっぱり微妙に味に違いが出てくるなっていうのはやっぱりハリオの方がその体験しやすいので、まあ、それを体験すると今度はこう注ぎ方で狙って味作りをする楽しみが出てくるっていう意味合いで、うん、まあ、ちょっと手間かもしれないですけどね。はい、おすすめです。じゃあ最後に、じゃあこの例えばこういう高いドリッパー、これデンマークの MK スタジオっ
ていう、まあ、本当にあの個人工房、まあ、グループ 2,3 人でやってるグループで作ってるドリッパー、これ僕がですねデンマークに行った時直接行って買ってきたんですけど、じゃあこれ価格をまず言ってしまうと、日本円で多分1万円くらい1万円くらいしました、まあ、物価が高いっちゅうのもあるんですけど、でもやっぱりですねこれかっこいいんですよね。めっちゃかっこいい、美しい、まあ、これどうなんて、その高いだけの価値あるのって話なんですけど、正直まあじゃあこのハリオとハリオ V60 とこの MK ドリッパーで比較して、その価格差なり、まあこれ例えば500円だとして、こっち1万円だとしたら、まあ、20個買えるわけですよね、このハリオ V60 が20倍美味しく入れられるかっていうと全然そんなことないと思います。多分普通に同じように注いでこうブラインドで飲んだら、まあそんな分かんないんじゃないかなって思いますね。じゃあなんでこんなん手に入れてんのって話なんですけど、まあ、結構これはもう趣味の世界かなと思っていて、あのやっぱこう美しい器具で入れるとなんかこう心が高揚する感じというか、なんかこう美味しく入りそうな期待感とかあると思うんですよね、どうしても人間なんで、機械じゃないですからね。結構カップの違いにも近いかなと思っていて、例えば結構そのなんだろうな、まあ、値段のことばっかり言うのもちょっとやらしいんですけど、1万円ぐらいする素晴らしいこうデザインの繊細な感じのコーヒーカップで飲むのと、なんかこうね普通の紙コップで飲むのとで、じゃあコーヒーの味の違いっていうのはまあ基本的には出ないと思うんですよ、まあ、紙の匂いがとかその口当たりがとかって、その細かい話はまああるとは思うんですけど、まあ、やっぱりこういい器で飲むとこういい気分で飲めるっていう、なのでかっこいいこの美しいドリッパーでコーヒーを入れるといい気分でコーヒーが抽出できる、入れられるっていうのでやっぱついついこう持ってるんでこういうのを使いがちですね、素敵なやつで、はい、この折り紙っていうのが、まあ、ちょっと前取り上げましたけど、この限定の、はい、素敵な陶器のドリッパーとかね、これも 4,5 千円ぐらいしたと思うんですけど、とか使っちゃいます。このハリオのプラスチックの、まあ、ドリッパーとか会社で、まあ、仕事の合間にさっとこうコーヒー入れるのとかには、まあ、非常に重宝してるんですけど、じゃあ家でちょっとゆったりした時間の中でコーヒー入れるときにこれ使うかっていうと、やっぱこういういいやつを使っちゃいますね。だから家だとあんま正直登場機会がないかなっていう感じです。まあなので、まあ高いドリッパーは高いドリッパーで、そういう意味でいいよっていうのも一応合わせてお伝えしておきます。はい、ということで最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高橋優太でございました。